こんにちは。天馬アカデミー、堀秀夫ですえ。いよいよ今週、ね、12月5日に Amazon が始まりました。Amazon オーストラリアが始まりました。Amazon の発表によるとですね、今まで日本、アメリカ、メキシコ、ね、ヨーロッパ、いろいろな国で Amazon、まあ、物販開始してますけど、過去最高の、えー、訪問客だったのか、売り上げだったのか、何しろ、今までで最高の出来だったというのをね、 Amazon の方で発表してますカタログがね、えー、作成できないと、すでに Amazon オーストラリアにカタログがあるものしか今んところ売れないんで、まあ、全然、えー、恩恵は受けてないんですけど、まあ、世界最古の立ち上げあそうなのか、まあ、やっぱオーストラリアだから、まあ、それはそうだろうなという感じで、まあ、特段驚きはなかったんですけど、ただ、すごい驚きの出来事がありますね。今日のニュースで。 えー、Amazon オーストラリアの、ねえー、2日で届いたと。ね、2日で届いたこれ。日本に住んでると、この2日で届いたっていうのがいかにすごいか分かんないと思うんですけど、まあ、例えば私は、えー、急ぎのもの、ね、例えば、えー、来週使う、えー、娘で学校で使うね、えー、カバンが欲しいとか、水着が欲しいとかいうときは、 近所を回ってないとね、オーストラリア国内の通販だと1週間で来るなんてことはまず100%ありえないんで、わざわざ日本のね、楽天の海外発送するところに頼んで買うとか、あるいはアマゾンでね、日本の転送会社に送って EMS で送ってもらうとか、要は日本から送ってもらえば確実に1週間で届くんで、そういう買い物の仕方をしてました。ところがなんと今回、アマゾン2日で届いてると。 しかも、これ何ですかこれ発送前の箱みたいですね。これ届いた箱みたいなんですけど、どこにも蹴っ飛ばした後も投げた後もね、ないんですね。すごい信じらんないぐらい綺麗な状態で2日で届くと。これ日本にいる人は私が喋ってること、これね、ネタかふかしにしか聞こえないと思うんですけど、オーストラリアにいる人はね、うなずいてると思いますけど、オーストラリアで2日でこの綺麗な箱の状態で物が届くっていうのはね、 ちょっとありえないというか、どうやって誰が運んでるのって感じですね、これね。これはすごい嬉しい誤算ですね。この配送品質が多少落ちたとしてもキープされればね、すごいアマゾン、オーストラリアの FBA は使い物になるっていうか、すごいいいですね。アメリカの FBA の今のまあ結構大きな弱点は、信じられないようなその梱包品質の低さとね配送品質の低さがあります。ところがね、この 画像を見る限り、おそらくこれ日本と同レベルか、もしかしたらね、ヤマトがいなくなった今、日本よりもいい配送品質かもしれないなというふうに思います。あの、オーストラリアって投げて運んでね、えー、地面に置いた荷物を蹴っ飛ばして客に起こすっていうのが、まあ、普通のデフォルトなんで、まあ、それ考えたらこれね、本、え、当、ー、ありえないです。まあ、どんだけ言ってもわかんないぐらいありえない、えー、すごい配送品質の高さなんで、 ちょっとアマゾンのね、FBA の開始すごい楽しみになってきました。え m、ー、アマゾンの一番の強みってのは FBA なんでね、FBA の配送品質というのに、えー、いくらのものが割高で売ってもクレームが来るのか来ないのかとかね、高いものが売れるのか売れないのかっていうのは、多分に FBA の配送品質によるんでね、この配送品質だったら相当広範囲なもので、割と高いもんまで、え m、ー、アマゾンオーストラリアで販売可能なだなというふうに思いました。 まあ、そなわけで、えーね、アマゾンのオーストラリア立ち上げ、世界最高の出来だったというね、まあそらそうでしょうという、大した驚きのないニュースと、それからね、えー、なんと注文したものが2日で綺麗な状態で届いているというね、えー、想像を上回る、えー、いい仕事をしているな、アマゾンという、えー、衝撃の驚きの、えー、ニュースがありましたので、その2つをシェアさせていただきました。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。